ファイヤーテレビスティック、ついに買っちゃいましたよ。まあ、これはね、何者かと言いますとですね、これがまあ本体になってまして、これをテレビに挿して動画コンテンツを視聴しようというものです。まあ、光回線であったりね、まあそれから、まあこういった、Wi-Fi ルーター、高速インターネット通信、を使ってですね、動画コンテンツをインターネットを介してみようというものなんですよ。で、まあこういったものってまあ結構昔からあるんだけど、まあ我が家で導入するのがね、今回が初めてで、まあ実際にね、これがどんな風な使い勝手なのか、どんなことができるのかっていうのはね、具体的には分かってません。なんか動画が見れるなんとなく的なデバイスぐらいしか分かんなくって、これがね、自宅にあることでね、どんなことができるのかっていうのを実際に使ってみてね、これから私が体感してみようかなと思います。もうこれ、ね、発売してだいぶ経ってるんで、もう使ってる方はもうなんていうのが分かってるかと思うんだけど、知らない方もね、意外と多いかと思いますのでね、まあ、私と一緒にもうこれが、ファイヤーテレビスティックはね、どんなものかと、いうのをね、一緒に楽しんでいただければと思います。でね、まずは箱のチェックからいきますか。はい。これ分かります？これ結構凝ってんですよ。ほら、ほら、くる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 。反射してるでしょ。ここね、ちょっとちゃんとここのところ出っ張ってんですよね。で、この縁とかもちゃんとこう立体感があってですね、面白いなと思って、ほらほら、こんな光る。うん、この文字のところもちゃんとこうなってですね。うん、大きさはね、結構ちっちゃいですね。まあ本体もそんなに大きくないのでね。早速開けていきましょう。どっから開けるんだ？あ、ここからか。はい。ここから開けていきますよ。ペロリンちょっとめくってって。はい。綺麗に剥がれなかったけど。中身見ていきましょうか。スライドしていくとこんな感じ。おお、いいね。ああ。説明書がね、まあ簡単なもんですけど。こんな風に使うよと。いうの書いてありますね。HDMI って書いてある。そう。これテレビとか、パソコンのディスプレイとかに、この HDMI 端子っていうのがあると思うんだけど、それに接続して使うやつですね。で、中身は、単4。電池は単4だったんよ。単4だよ。アマゾンのマンガン電池かな。うん、これ入ってますね。面白い。かわいいですね。アマゾンの電池。で、これはなんだ？まずマイクロ USB ケーブル。まあ、これは、電源供給用ですね。うん。これなんだ、このかわいいの。はあ！はいはいはい。わかりました。これは、延長ケーブル。テレビの HDMI の、これ、挿すときにさ、こう邪魔になってくっつかないときに、この延長ケーブルでね、伸ばして使ったら、挿しやすいよってやつですよ。はい。いつものアマゾンの充電器。本体がなかなか到達しないぞ。ちょっとペリペリをめくっていきましょうか。そんなに電気容量使わないと思うけど、でもね、これ 5W か。5W で何アンペア？あ、1アンペアですね。普通のやつだ。うん。まあでもなるべくね、テレビで使うデバイスは付属のアダプター使った方がいいというのが僕の経験です。あんまりスマホとか汎用の充電器だとね、結構動かなかったりするやつがあるんですよ。うん。まあこれ使おう。ね。はい。やってきた本体。本体こんなんですよ。スティック PC よりもちょっとちっちゃいな。うん。これがね、前メインパソコンとして使ってたスティック PC ですけど、ちょっと一回りちっちゃいかなというような感じですね。まあ、これだけコンパクトだったら、このまま直で挿せそうですね、テレビにね。うん、
そんな感じになるかな。袋も剥がっていきますよ。ペロリンチョとね。はい。ああ。ここが、給電ポートですね。給電ポートはここにあって、あとここが、HDMI 端子、テレビに挿す方。あ、これだけですね。なんかマイクロ SD が挿せたりとかっていうわけじゃないです。もうほんとこれだけ。これだけでございます。で、ラストは音声認識リモコンです。これもペリペリっと開けていきますよ。はい。おう、ここのリモコンのところにもこうペリペリがもう一個ついてた。おぉ、パリンと。うわぁ、キラリンとしてますね。まあ、先ほどお見せした単用電池は多分このリモコンに使うと思うんだけど、蓋らしきものがないんだよね。この矢印はついてんだけど、電池ボックスの蓋らしきものがないです。この矢印ボタンあるけどね。あ？あ、こういうことか。おー、イエーイ。はいはい。こうやって開いて、で、どうすんのかな？開いたけど、うん、わかった。ここはですね。はい。ここに電池取り付けるところがあります。プラスマイナスは、あ、こういうことか。おー、面白い。端子の形が面白いですね。まあ、これ、並列につなぐの？中で直列になってんの？わかんないけど。はい。アマゾンのマークを揃えてみました。いい感じ。で、蓋を閉めていくけども、ん？なんか座りが、はい、これでいいか。カチンと。はい、これでリモコンセット OK でございます。あ、ここに、マイクボタンがありますね。ここにマイク端子か。なるほどね。こんな感じ。ホームボタン、戻る。あとはこれは設定かな。スタートストップと進む戻ると。早送り巻き戻しということでしょうね。うん。まあ内容物は以上だよというところですね。じゃあ今日はね、とりあえず、こちらにね、モニターがあるので、まあ、このね、パソコン用のモニター、HDMI 端子がね、こうついてるタイプなので、これに挿して、まあ、電源を入れるぐらいのとこまでね、やっていこうかなと思います。はい、先ほどのモニターをぐるーっとね、裏側に回っております。で、ここにね、HDMI 端子があるんですよ。今現在今パソコンをつないでるんでね、塞がってるんですが、とりあえずこれをね、取っちゃって、代わりに、Fire テレビスティックを入れようかなという感じでございます。ここにまあ電源ポートがあるので、これで刺さるかな？向き的にはどうでしょうね。せーの。おお、刺さった。大丈夫かな？ここに干渉してるけど、入りましたね。はい。じゃあ次は、ここに、USB のね、ケーブル。これを、ここに、挿していくぞと。向きこれでいいかな？はい。刺さった。こんな感じですね。延長ケーブル。まあこれありますけど、多分これなしでいけそうですね。はい。じゃあ次はですね、先ほど本体に挿した USB ケーブルの反対側ね、これに AC のアダプターを挿して、コンセントにセットと。おお、入らない。こっち取るか。こっちを取って、はい、ここにでも挿しときますね。ああダメだ。でっかいから入らない。これを外すか。パソコンの電源を抜くというね。タブレットだからバッテリーついてるから大丈夫だ。はい。ガチャッと挿して。これスピーカーの電源だね。これはまあ自宅によるけどね。はい。これで電源は完了と。まあ本体のセットアップとしてはね。まあ HDMI 端子にまあ本体くっつけて、USB ケーブルを挿して、アダプターにくっつけると。で、コンセント。
コンデマ本体は OK でございます。もう簡単ですね。お、電源させたらもう入ってた。こんな感じですね。なんか出てるけど、まあこれでホームボタンを押してちょんまげってことかな。ちょっとまあこれで押してみますね。ポチッとな。お、ファイヤーテレビスティックって出てきたぞ。あとはこれか、スタートボタンを押せということね。再生ボタンね。はい、ポチッとね。お、なるほど。イングリッシュ。まあ、こう言語の設定か。日本語、日本語。あ、ただ日本語ね。はい、これでどうすればいいの？これでいいのか。この、まあ、ここが上下ボタン。この丸いが上下ボタンで、これでまあ、決定ってことかな。どう？これじゃないの？ホーム？早送りか。いや、違うな。どのボタンだろう。右？上？ん？これは何だろう。わかりました。この真ん中にボタンがあったことを忘れてた。ここを押せということだね。はい。これでまあ今からネットワークに接続していきます。まあ僕は富士 Wi-Fi ちゃん使ってるので、ね、ここのまあ Wi-Fi ルーターのパスワードを入力してけということですな。まあこのさ、リモコンの上下ボタンがあるから、まあこれでこう、ね、文字入力をまあ右やったり左やったりしてって、これだと思ったら決まったらこの真ん中のボタンをポチッと押してね、まあ、一桁ずつ入れていくということでございます。はい、パスワードの入力が終わったら接続のところに項目をね持ってって OK ボタン、はい、 Wi-Fi に接続中ということでございます。さあ、どんな画面が出るのかな。ただいまアップデートをねチェックしてます。接続できましたね、 Wi-Fi は。おお、見事接続できまして、シャトチューンチャンネルさんのアカウントしようというところが出てきましたのでね、まあ、まずはねアカウント設定などをしていきたいと思います。あ、最初にねこういう風になって、 Fire Stick テレビは家族みんなで安心して楽しめますってことで、機能制限のね、有効にするとか、機能制限なしとかっていうのを、まあ、選べますね。まあ、商品購入の時とか、有料コンテンツなんか見るときに、まあ、機能制限を設けることでね、まあ、お子さんが間違ってね、ポチポチ買ったりするということをね、防止することができるみたいです。だからまあ、これ、まあ、Amazon のビデオとかゲームとか、音楽とかね、場合によっては有料のサービスもありますから、まあ、これは、あったらね、安心ですね。まあ、うちは子供いないんでね、これこのまま、機能制限なしで使いたいと思います。リモコンを使います。なんかね、説明始まってる。音がでかいわ。リングの真ん中を押して。はい、説明ビデオがね、大音量で流れてビビってね、音量調整がどこにあるのかっていうのが結局わかんなかったんだけどね。はい、でね、まあ、この本体だけでもいろんなアプリがダウンロードできると。全ては無料でダウンロード、一部のアプリはサービス利用時に別途の料金がかかります。アプリ選択っつって、まあ、入れたいアプリをね、まあ、この画面で選ぶことができますよと。ポチッとね、アプリ選択ってことで、ああ、なるほどね。D アニメストア。画用は入れるか。はい。次はニュース。ああ、これいいね。アベマ TV 入れるでしょ。話題の YouTube。これ、ちょっと白飛びしてわかんないんだけど、これ YouTube のね、アイコン。まあ入れるかな。NHK ワールドテレビ。まあこれは別にいらないか。やめとくかな。ニコニコ生放送。まあ入れとくか。見るか分かんないけどね。あとスポーツ関連、ダゾーンとかレッドブルとかありますけどね。これ何も契約してないからね、まあいいや。その他のおすすめ。
え、テトリスあんの？テトリス入れとこうか。はい。続行するにはこの再生ボタンを押してちょんまげと。はい。ああ、次の5つのアプリがダウンロードされますってことで、はい。アプリのダウンロードをポチッと入れていきますね。なんかね、画用のアプリがダウンロードできなかったで出ましたね。まあいいや。で、とりあえずね、ホーム画面出ましたね。これで、いつものね、あのタブレットで、Fire タブレットで使ってるような、Amazon のプライムコンテンツ、それのね、トップ画面が出てきましたよ。はい。で、マイビデオ、映画、テレビ番組、ああ、まあ、この辺はあれだね。Fire タブレットなんかで使ってるね。これ、まあ、いつも、私、こう、まあ、動画中にね、紹介してますけど、これの、まあ、Amazon プライムサービスの中の、まあ、ビデオコンテンツが、まあ、ここに出てるよと。これ、テレビ番組ね。これも Amazon プライムビデオの中の一つですね。で、アプリ。ああ、ここに、先ほど入れたやつ、出てるってこと？これどうすりゃいいんだろう。注目、ファイナルファンタジー、アイノリ、アベマ TV ね、フールーなど、ダゾーン、ダゾーンってレース、モータースポーツもやってんのか。ああ、いいな。まあ、こんなものがあるよと。ゲームもできるとか言ったけどね。スクリーンをカスタマイズ、レビュー評価。はい。まあ、このリモコンでまあ一応、結構リモコンのレスポンスはまあまあいいですね。はい、ゲーム。ああ、ゲームができる。わあ、こんなにあんのかよ。ああ、いっぱいありますね。これテトリスだね、さっき入れたやつ。他にも、ああ、これね、これなんだっていうゲームだったっけ、忘れちゃったけど。ああ、なんかもうミッキーのやつみたいな。あと、丸バツゲームとか、まあ、簡単なやつもありますね。ああ、こういうのがあるといい、いいですね。うん。そんなにたくさんはないけど。ファイナルファンタジー。1400円。無料のものもかなりありますね。ほとんど無料か。これ113円。何のゲームかわかんないけど。テレビエディション。なんかのゲームだ。はい。ということで、カテゴリーってやります。カテゴリー。これ何だろう。キッズ。クッキング、レシピ。ああ、こんなのもあると。シティガイドってなんだろうね。スポーツ。ブラウザー。ブラウザーって何？ネットができるってこと？ちょっと見てみよう。こんなのできる。Amazon って書いてあるけど。これちょっと見てみようかな。ちょっとこれ設定してみます。これなんか、なんだろう。なんか開発用の、なんだろう、アプリなのかな。なんかちょっとブラウザ的なのとはちょっと違いますね。なんかいろいろ探してみたんだけど、なんかこうブラウザ的なものがどっかにあるらしいですね。ちょっとこれまた後ほど調べてみます。ちょっとわかんなかった。この他にも設定項目もありますね。まあ通知であったり、あとは、ネットワークが、あ、先ほどのね、Wi-Fi ネットワークの接続とか、ディスプレイとサウンド、あ、ここに音量設定があるのかよ。ね、ポチッと。はい。あ、スクリーンセーバーとか、ディスプレイ、オーディオ、セカンドスクリーンの通知、ディスプレイミラーリングを有効にする、モバイル端末の画面を一時的に Amazon Fire
TV スティックにミラーリングできる状態にします。モバイル端末は一般的にディスプレイミラーリングまたはミラーキャスト、おお、これいいですね。ミラーリングを有効、あー、なるほどね。うん、これができると、これちょっと楽しみですね。これまた後ほどね、やってみたいと思います。あ、終了中ですと。終了中になっちゃった。はい、次は、アプリケーション。あ、写真。ゲーム。アプリストア。うん、なんだかよくわかんない。次は、コントローラーと Bluetooth 端末。ってことは、ゲームコントローラー、その他 Bluetooth 端末、ヘッドホン、リモコン、キーボード、マウス、ああ、キーボードも入れれるんですね。これちょっと楽しみだ。ちょっとまたやってみますね、この辺もね。環境設定、これ何ができるんだろう。あ、機能制限、先ほど最初のね、ビデオの商品コンテンツ、例えば子供が間違って買ったりしないような機能制限とか、あ、データ使用量、これも出てくると、ビデオ画質の設定、ああ、なるほどね。最高画質、標準画質、高画質、最高画質と、なるほどね。標準画質にしとけばデータの消費を抑えることができるね。うん。あ、データ警告を設定と、なるほど。これ1日の使用量ギガバイト。なるほどね。それを設定することができるんだ。これなかなか便利ですな。今月最もデータを使用したアプリとか、こういったのも調べることができるということですね。うん、なるほど、なるほど。こんなのもありますよ。通知の設定。なんだろうね。制限なしとは書いてあるけど。注目コンテンツ。タイムゾーン。あ、これはあれか。ああ、なるほど。タイムゾーンは日本。今日は2017年12月25日の、12月15日の11時47分36秒。おお、合ってる合ってる合ってるね。うん。24時間表示。ああ、オフにするか。はい。次は端末ね。あ、まあ、バージョン情報を聞くと、スリープモード。スリープ状態にしますと。あ、もういいんだよ。スリープ状態にしなくていい。あ、あ、戻った戻った。はい。まあまあ、あ、ちょっと待って、ダメ。はい。こんなところですね。はい。いう感じでございました。設定まだ他に項目あったっけ？あ、ヘルプとか、ユーザー補助とか、マイアカウントとかね。こういったのが出てきますね。はい。という感じでございました。まあ、とりあえずね、まだね、使いこなしていませんけども、これで大体どんなことができるかっていうのは、ちょっと一部わかりましたよね、これでね。うん。ミラーリングができたり、あと、ブラウザも入れることができるので、これ何かね、いいブラウザ、なんかちょっと今後、探してみたいと思います。何かね、おすすめあったら、ちょっとツイッターで教えていただければなと思いますけど。じゃあ、これで一応ネットも見れると、これ単体でね。うん。で、まあ、キーボードとかマウスもつなげられるよと、いうことですね。うん。その辺の使い勝手もね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい。というわけでね、今回 Fire TV Stick、開封して、初期設定、あとは、まあ、電源入れてね、どんな風なのことができるのかっていうのをざっくり紹介しました。今後ね、これこのデバイスさらに使いこなしてみて、どんな使用感だったかっていうのをね、また、動画にしたいと思います。楽しみにしておいてください。なんとね、25分近くの長尺動画になってしまいました。またこれどんどんね、使いこなしてみたいと思います。なんかちょっと面白そうですね。というわけで、さとちゅーんチャンネルでした。また次の動画楽しみにしておいてください。